ショールームをご覧の皆さん、こんばんは。せーの、アイジョンミー。こんばんは、アイジョンです。日本デビューシングル好きと言わせたい発売記念特番始まりました。さあ、まずは一人ずつ自己紹介をしましょう。海音美から。はい、こんばんは。キラキラ目のうんぎです。久しぶりのショールーム楽しみたいと思います。矢吹奈子です。こんばんは、宮城さくらです。今日は楽しんでいきましょう。こんばんは、ワニャンです。会いたかった。こんばんは、ゆりです。こんばんは、みなさんの天使チェヨンです。こんばんは、今日キラキラ気をつけたユジンです。かわいい。久しぶりね、カンちゃんです。こんにちは、アイズワンの夢と希望ひとみです。こんばんは、アイジョンのゆえなです。こんばんは、カリスマいっぱいチェヨンです。こんばんは、カマの友達ミンジュです。そしてミンジュ、今日がお誕生日です。おめでとう。글로벌
グローバル、グローバル、ぜひぜひみんなでオリジナルアバターに着替えて配信に参加してください。さて、いよいよ明日日本デビューシングル好きと言わせたいがリリースされます。ユージーどうですか、嬉しいですか？本当に嬉しくて、最初の曲も本当に良くて、収録曲も本当に良くて、たくさん人が聴いてもらいたいです。おー、まずは YouTube で先行配信しているのでご覧いただいている方も多いと思いますが、好きと言わせたいのミュージックビデオをみんなで見ていきたいと思います。はい、かんちゃんはもちろんミュージックビデオ見ましたよね。はい、たくさん見て本当にかっこいいからたくさん見てもらいたいです。じゃあご覧いただく前に一つだけショールームをご覧の皆さんにクイズを出したいと思います。ダンタラダンタラダンタン、かっこいいね。メインとなるダンスシーンなのですが、作品の世界観を作るために CG であるものを足しています。よくね、CG で後ろの建物を消したりするんですけど、今回はわざわざ CG で何かを達成ということで、ショールームをご覧の皆さんは何だと思いますか？なんみんな分かるんだ。私も分からない。私も分からないです。何かありました？でもよーく見たら分かりそうだけど、何だろう、何ですかな、この木とか、カーソンか。あ、ゆなさんの前髪。ああ、ゆなさんの前髪が、もっと前はゆなさんの前髪なかったですよ。おー、私も全然わかんないですけど、うん、細かいところですかね。CG なんか早い、もしかよ、何だろう、どこだろう、身長もあるの、 CG？ あ、太陽、わかった、クルンクル、あ、雲、雲、身長よ。さあ、それでは CG で達成のものは何か予想しながらご覧ください。どうぞ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 、雲だもんね。あー、ブリブリブリ押した。
Thank you.
んにょまん。難しかったね。難しかった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 。難しかこちらのポンっていうキャノンの音を私の方で口で出します。
順番としてはあのレディーアクション1、2、3、4、クケで3やって3っていうタイミングで後ろでパンパンしてで4っていうタイミングで皆さんがポージングするという流れになってます。じゃあ一回テストしましょうか。じゃあ行きます。テストレディーアクション1、2、3、4、パン。Thank you.
たんですね。はい、飛んできた、飛んできた。ポニョン、改めてビハインド映像を見てどうでしたか？なんか、みんな本当にかっこよくて、可愛くて、でもちょっと寒い見える。寒い見える。今もこの思い出が覚えます。覚えてます。覚えます。メイキングを見ていただいた上でもう一度ミュージックビデオを見ていただけるとまた違った楽しみがあるかもしれませんので、ぜひ明日発売の好きと言わせたいチェックしてみてください。はい、さあ続いてのコーナーはなこちゃんお願いします。はい、題してバーチャルハイタッチ。明日発売となります。好きと言わせたいには特典としてメッセージカード、お渡し会の応募シートやハイタッチ会の参加券が封入されています。そこで実際のハイタッチとは異なることもあると思いますが、あくまでイメージとしてバーチャルハイタッチを一人ずつ実践してみたいと思います。ではまずは前半戦、友人、ヘボン、ひとみ、ヘナ、チェヨン、ミンジュ、スタンバイお願いします。期待します。頑張って。そうですね、気になりますね、どういう楽しみ、一人一人多分違う感じだと思うんですね。おー、友人さんが一番だね。ではカメラマンさんをファンの方に見立てて友人から順番にやっていこうと思います。準備はいいかな、まこちゃん。 OK、 友人ちゃんお願いします。お願いします。おー、行くぞ。おー、友人ドキドキ。ご飯食べた？かわいい、かわいい。ドキドキショールームをご覧の皆さんいかがですか？ご飯食べたよ。ご飯食べた？はい、食べた。食べたよ。どうですか？かわいいですね。かわいい。食べてないって。あら、食べてね。なんで、なんで、どうして？私も食べたよ。どうして？かわいい、ね、かわいい、お腹いっぱい。じゃあ次のメンバーにも行きたいと思います。かんちゃんお願いします。お願いします。はーい、また来てね。おーかわいい、かわいい、痛い痛い。皆さんいかがですか？あ、かわいい。あ、どうしよう。かわいい。 OK？ 待て。かわいい、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 かわいい。今アニオンかわいいね。なんでステップチックでしょ。かわいい、顔にタッチって言ってた。では、じゃあ次のメンバーに行きたいと思います。キーちゃんお願いします。ダンタロダン、ダンタロダン、ダンタロダン。私、手ちっちゃいでしょ。かわいい。キャップもキャップがある。じゃあ
剣模様。おお、来た。最後のヒロイン。皆さん、最後となるので、今日の人数よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、やった。すごい。はいはい。ああ、綺麗綺麗。綺麗綺麗。こっち欲しいの。可愛い。可愛すぎますね。可愛い。皆さん。可愛い。可愛い。女神が見えます。よし。釣りがうまい。ケクルケクル。綺麗やな、かわいい。少しでも興味を持たれた方はぜひ本日発売、明日発売の好きと言わせたいをチェックしてください。以上、バーチルハイタッチ前半戦でした。さあ、続いて好きと言わせたいのカップリング曲のミュージックビデオのショートバージョンを初解禁したいと思います。まずは通常版タイプ A に収録されているご機嫌さよならからです。こちらを歌ってるメンバーは誰ですか。誰ですか。ゆりちゃん。チェオン。チェオン。チェオン。さあ、チェオン。チェオンもご機嫌さよなら。あ、うん。ご機嫌さよならね。さあ、代表してチェオンから見どころを教えてください。はい、撮影した時、なんか全部周りが緑だから本当に慌てましたけど、なんか結果が本当にシーチが上手で綺麗だったんです。手の振り付けも注目してください。はい、それではご覧ください。どうぞどうぞどうぞ。おにゃんちゃん本当に可愛いよ。ありがとうね。聞いたか。めっちゃいい。おー、アイズワー。青い、あれですか。あれ、嬉しい。かわい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 い。よーい。誰だ。おにょんだ、おにょん。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 おしゃれ。おにょん。いくよ。かわいい。どうぞ。
あはゆりさん。本当に綺麗でしたよ。わあ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 。예나감성。야。구구즈。구구즈영원하자。구구즈영원하자。진짜귀여워이거후이치캣도좋아해응진짜진짜힙합고양이인데이눈을보니힙합고양이요즘에그렇게됐네요유련히목소리하는거잘하는거같아자주들어그들렸어듣는거원영이노래도들었어아네이거좋아I wanna be a cat. I 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 wanna be aそうですね、イメージと違いませんでした、うんうん、最初なんか可愛い系かなと思ったら結構しっとりした感じで可愛いさあ、以上好きと言わせたいカップリング曲初公開でしたさあ、続いてのコーナーはひーちゃん、お願いします、はい、バーチャルハイタッチ後半戦はい、前半戦に引き続き実際のハイタッチとは異なることもあると思いますが、あくまでイメージとしてバーチャルハイタッチを一人ずつ実践してみたいと思います。はい、後半戦はチェウォン、ユリ、ウォニョン、サクちゃん、ヤコちゃん、ウンビオニ、じゃあスタンバイよろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。本当にいっぱい来て、はい、期待します。期待してるみたいだよ。はい、チェウォンがと愛嬌がいっぱいだから、채원진짜귀여워아아채원채원채원사자자마저하이채원채원사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 채원와카오가엄청치사해텐시텐시텐시코멘트이빠이ありますね쌈마귀여워자아続いてゆりスタンバイお願いしますはいゆりちゃんはやっぱりそれではゆりちゃんお願いしますお願いします。
が来ました。フロアが来ました。また会いに来てね。わー、会いに来ます。行きます、行きます。さあ、ジャルもご覧の皆さんいかがでしょうか。ね、いかがでしょうか。プロですね。かわいい。続いて、はい、なこちゃんお願いします。お願いします。お願いします。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。イエーイ。もしかしてなこのこと好きになった。わー、好きになりました。好きになった。さあ、ご覧の皆さんいかがでしょうか。本当にかわいいね。さすがですというコメントも来てますが、さあ続いて、おみみちゃん、おみみです。お願いします。やっぱりみみみが来てね、来てね。うみみのことだけ見てね。わー、ハイタッチかよ。ハイタッチ、ハイタッチかよ。ハイタッチは、ハイタッチは、ハイタッチは、コメント、おー、かわいい、かわいい、かわいい、お、一番好きです。かわいいね。かわいいよね。少しでも興味を持たれた方はぜひ明日発売の好きと言わせたいチェックしてください。以上、バーチャルハイタッチでした。さあ、残念ですがそろそろお別れの時間です。もう早いですね。いかがでしたか。もう5万8000人。うわー、本当に、え、あと 2,3 分あるということで、今日の感想だったりどうでしたか。みんな初めてのショールームでしたけど、どうでした。初めてで本当に幸せ。おー、かんちゃん楽しかった。うん、楽しかった。よかった。楽しかったね。みんちはね、誕生日だったけど。そうだね。あ、今回の誕生日は本当に忘れない誕生日で、嬉しい。いい日でした、なこちゃん。そうですね、アバターとかもあったりして、うん、すごいなんか一体感が生まれたショールームだなと思ったし、こうみんなのハイタッチも見れてすごく楽しかったです。うん、こんなにたくさんの方に見ていただけると思わなかったので、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで IZONE 日本デビューシングル好きと言わせたいはいよいよ明日発売です。ぜひチェックしてください。それでは、せーの、さようなら。